先の戦争やヤルダバオト襲撃によってリエスティーゼ王国は疲弊していた。王は大切な戦士を失って失意の底。第一王子は行方不明だ。ほとんど原因は、まあいい。さて、我々に好意を持っているはずもない王国が魔導国の使者にどのように対応するか。第2話、リエスティーゼ王国。アルベドよ、魔導国の異様を知らしめてくるがよい。